数多くのスターを見てきたペップ・グアルディオラをして、これまで見てきた中で最も才能があると言わしめた怪物がシティにいます。フィル・フォーデン。このイングランド代表の22歳は世界最高の選手になる資格を持っています。マンチェスターシティのアカデミーで育ち、そのままトップチームデビューを飾ったフォーデン。デビュー当時はダビド・シルバの後継者として期待されていましたが、試合を重ねるごとに自身のスタイルを確立し、今ではシルバの後継者どころか彼こそがシティだと言われる存在にまで上り詰めました。そんなフォーデンの強みは多く、ドリブルやパスなど多くの点でトップレベルです。ですが最も評価されるべきは適応能力の高さでしょう。シティの監督であるペップはフォーデンを固定したポジションで起用せず、試合ごとに違う役割を与えています。ウイングでもセンターフォワードでもインサイドハーフでもトップレベルにプレーできるフォーデンに対し、イギリスジ・アスレチックはフォーデンはどこでプレーするのがベストなのかという特集を組んでいるほどです。同誌ではインサイドハーフだけでなく、トップ下として10番で振る舞うのも可能としつつ、どこがベストなのかわからないと結論付けています。無限の可能性をその手に持つフィル・フォーデン。彼のキャリアをエピソードとともに振り返ります。フィル・フォーデンは2000年の5月8日、イングランドのストックポートで生まれました。子供の頃から筋金入りのシティファンでした。しかし、兄と父はユナイテッドのファンだったそうです。そんな彼は9歳でシティの下部組織に所属。そのままシティのユースでキャリアを重ねていった彼の名前が一躍サッカー界に轟いたのは、14歳の時に参加した年代別の大会においてでした。ベルギーの名門クラブブルージュユース戦での彼のプレー集が動画サイトで話題になったのです。そのファーストタッチ、思考速度、明らかに将来世界レベルになる可能性を感じさせるプレーぶりは視聴者の度肝を抜きました。アカデミーで傑出したプレーを見せていたフォーデンに目をつけたのがトップの監督であるペップです。2016年12月、フォーデンはチャンピオンズリーグセルティック戦に挑むトップチームのスカッドに名を連ねました。出場こそなりませんでしたが、トップ登録された選手としてはクラブ史上3番目の若さでした。迎えた2017-2018シーズンはフォーデンにとってブレイクの年となります。7月23日、プレシーズン大会のインターナショナルチャンピオンズカップのユナイテッド戦で先発に抜擢されたフォーデンのパフォーマンスはペップの想像を超えたものでした。彼のようなプレーは今まで見たことがない。今日のフォーデンは別次元だった。指揮官にそう語らせるほど出色の出来でした。実はフォーデンが起用された裏には、当時エースだったセルヒオ・アグエロが彼にチャンスを与えるよう監督に進言していたことも関係していました。実戦デビューは11月21日、チャンピオンズリーグ第5節のフェイエノールト戦のことでした。17歳と177日でのチャンピオンズリーグ出場は、イングランドのプレイヤーとして史上4番目の若さのことでした。このシーズンフォーデンはリーグ戦10試合に出場、チームのプレミア制覇に花を添える結果となりました。この年ナショナルチームでもフォーデンは名を馳せることとなります。 2017FIFA U17 ワールドカップにおいて U17 イングランド代表に選出されると、決勝戦で2点を決める活躍、チームの大会初優勝に貢献し、自身も最優秀選手賞を獲得しています。大会後、18歳ながらU21イングランド代表の招集を受けたフォーデンは、自身に最も影響を与えた選手は？の質問に対して、シティで公式戦通算300試合以上の出場を誇るスペイン代表ミッドフィルダーダビド・シルバの名前を挙げています。ダビド・シルバだね。ずっとシティでプレーする彼の姿を見てきたからね。彼を間近で見れてすごく嬉しい。将来彼のようなプレイヤーになりたい。僕が尊敬している彼と
リオネル・メッシは素晴らしい選手だ。このように尊敬するレジェンドと共にトップで戦うこととなった翌シーズン、フォーデンがトップチーム初得点を決めたのは2018年9月25日、カラバオカップ3回戦のオックスフォードユナイテッド FC 戦でした。昨シーズンは彼の特別な才能を披露することができた。そしてそれこそが移籍市場で彼のポジションを補強しなかった理由なんだ。フィルがいれば十分だからね。ペップは試合後のインタビューでこう語っています。チームもその才能を高く買っており、12月10日にはシティとの契約を2024年まで延長したことが発表されました。とはいえ、シティはトップオブトップのチーム。ライバルたちもその全員が世界トップレベルの環境で、10代の選手が定位置をつかむのは並大抵のことではありません。4月21日の第34節のトッテナム戦ではプレミアリーグ初得点を決めていますが、このシーズンは13試合に出場にとどまりました。それでもジョゼップ・グアルディオラ監督は、ダイヤモンド、私のチームの中で最も才能のある選手とフォーデンを高く評価し続けていました。2019-2020 シーズン、新型コロナウイルスでの中断明けにチャンスを得たフォーデンは、再開後の3試合で4ゴール1アシストをマークして一躍先発の座を獲得。結局この年のシティは3シーズンぶりに優勝を逃してしまったものの、フォーデンの活躍には目を見張るものがありました。リーグ戦で特筆すべきなのは第32節のリバプール戦。このビッグゲームで1ゴール1アシストを記録したフォーデンの活躍は、未来のスター誕生を予感させるものでした。大舞台で輝くためにフォーデンは毎日のトレーニングにおいても地道でひたむきな姿勢を見せることで有名です。2019年4月17日、シティはチャンピオンズリーグ準々決勝セカンドレグトッテナム戦においてアウェーゴールの差で準々決勝敗退となりました。その敗退はシティの面々に多大なショックを与えましたが、翌朝のトレーニングでフォーデンは一人はつらつとしたプレーを見せたといいます。その姿を見たジョゼップ・グアルディオラ監督は、3日後に控えるトッテナムとのリーグ戦でフォーデンを先発させることを決めたそうです。結果としてその試合、フォーデンは前半5分決勝点を記録してチームを勝利に導いています。見込んだ通りの活躍を見せる彼にペップの頬も緩みます。彼は次の10年間でクラブにとって重要な選手になる。私が見てきた中では最高の才能だ。フォーデン自身もペップについて、彼は僕を鼓舞してくれる存在だ。フットボールをプレーする上で自信を感じさせてくれることができる。彼のおかげだ。と称賛しています。このエピソードからもわかるように、フォーデンはメンタル面でもひたむきな性格の持ち主です。もちろん、若くしてスターになった彼は、そのキャリアの中でいくつかの過ちを犯したこともありました。しかしその度に真摯に自身と向き合い、ひたすら向上に努めてきたのです。努力の手を緩めないフォーデンは、このシーズン、リーグ戦23試合に出場して5ゴール2アシスト。カラバオカップでは3月1日に行われた決勝、アストンビラ戦でアグエロのアシストを記録してマンオブザマッチの栄誉に輝いています。ついにその才能を示し始めたフォーデンに、ペップも、信じられない資質を示している。これからの10年間で彼は信じられないレベルまで成長するだろう。私はそれを期待している、と賛辞を惜しみません。その活躍ぶりは、クラブのレジェンドであるダビド・シルバもフォーデンを自身の後継者に指名するほどでした。このシーズン限りで退団となったダビド・シルバに対し、フォーデンは最大級の賛辞と感謝を語っています。本当にうまく付き合ってもらえているよ。彼はドレッシングルームでも偉大な人物なんだ。僕は一日一日、一瞬一瞬、彼から学ばせてもらっている。プロフェッショナルとしてどうあるべきか、そして一人の人間としてどうあるべきかということを、すべての時間で彼から学ばせてもらっている。マンチェスター生まれ、マンチェスター育ちを意味するマンクである彼は、レジェンドから受け取ったバトンを手に、さらなる飛躍を誓います。2020-2021 シーズンはシティにとって巻き返しを図るシーズンでした。フォーデンが加入して以来初めて優勝を逃したチームは
この年の雪辱を誓っていたのです。序盤は休養が短かったことやダビド・シルバの抜けた穴が大きく、12節終了時点で9位と注意にくすぶる期間が続いたシティ。しかしフォーデンの大ブレイクにより調子が劇的に上向きます。9節のトッテナム・ホットスパー戦での敗戦から29節のマンチェスターダービーに敗れるまで、公式戦は21連勝を含む28試合連続無敗、リーグ戦は16連勝を含む19戦無敗と快進撃を続けて、中盤からは首位を独走。結果、2年ぶりの優勝が決定しました。この年のフォーデンはリーグ戦28試合に出場し9ゴール5アシスト、プレミアリーグ年間最優秀若手選手賞にも選出された彼はチームの優勝に大きく貢献しました。また4月の第30節延期分ブライトン戦、貴重な追加点を挙げて3対0の勝利に貢献したフォーデンはペップの下でプレミアリーグ通算93試合に出場を達成。そのうち50試合で先発し、セルヒオ・ブスケツを抜いてペップの下で50試合に先発出場した最年少選手となりました。まさに明るい未来に向かって邁進し続ける若きホープ。ところでこのイングランド代表に適正ポジションはあるのでしょうか。フォーデンのプレーの特徴としてライン間に入ってボールを受けて前を向くプレーが挙げられます。彼のように相手のディフェンスライン前で前を向いてボールを持てる選手はチームとして非常に大きい存在です。ライン間でボールを持ったフォーデンはラストパスも出せるし、自らシュートを狙いにも行けます。相手にとっては非常に危険で対応が難しい存在になることができるのです。この特徴を生かし、どのポジションで起用されても成果を上げるのが彼の魅力。フォーデンについてペップも、どんなポジションでもプレーできるということだと語っています。フィルはポジションを落としたりするかもしれないが、ファイナルサードでも前線としてプレーできる。動きをつけ1対1でアグレッシブにやり合うクオリティの持ち主だからだ。彼はストライカーとしても偽9番としても左ウイングでもプレーできる。変幻自在の活躍ぶりを見せるフォーデンは翌年2021-2022シーズンもシティを2連覇に導く活躍。彼自身も公式戦45試合で14ゴール11アシストを記録する活躍を残し、プロフットボーラーズ協会の男子ヤングプレイヤーオブザイヤーに輝いています。さらにプレミアリーグ年間最優秀若手選手賞を2年連続で受賞することが決まったフォーデンは、一昨シーズン前に続き2021-2022シーズンのプロフットボーラーズ協会年間最優秀若手選手賞を手にしたのです。この賞を複数回受賞するのはアラン・シアラー、ライアン・ギグス、ロビー・ファウラー、ウェイン・ルーニー、デレ・アリに続き6人目。フォーデンは、特に2年連続の受賞だから本当に光栄だ。1年を通して一貫して僕のプレーができたことの証であり、再びこの賞を受賞できて本当に嬉しい、と話しています。年々自己ベストを更新し続ける怪物フィル・フォーデン、次なる彼の活躍に期待が膨らみますね。ここまでご視聴していただき本当にありがとうございます。幼い頃から生粋のシティファンだった11歳のフォーデンは、あのアグエロのゴールで劇的に幕を閉じた伝説の試合をスタジアムで見ていたそうです。時は流れ、その少年は今やシティを代表する選手へと成長しました。すでにチームを離れたアグエロもフォーデンをイングランドの同じ若い世代で最も才能のある選手と称賛しています。まだ22歳と信じられないくらい若い選手ですが、通算して公式戦209試合出場、66ゴール46アシスト。アグエロの言うようにイングランド国内ではマウントやスミスローのように近いスタイルの選手と比較すれば実践的に抜けています。チームへの貢献度、前述した適応力の高さは抜けており、シティ及びイングランド代表を今後長く牽引することになるのは間違いないでしょう。先ほど振り返った通り、シティは直近の5シーズンで
プレミアリーグを4回優勝しており、来シーズンは3連覇がかかっています。前回連覇した際も3連覇を目指していたシティでしたが、ライバルであるリバプールが強さを見せ優勝を逃しています。さらに今のリバプールは当時よりも充実した戦力を保有しており、来季も脅威となることは間違いありません。フォーデンのさらなる活躍、そしてハーランドなどの新戦力のフィット次第で目標の達成度は大きく変わってくることでしょう。来シーズンこの怪物はどんな世界を我々に見せてくれるのでしょうね。ここまでご視聴していただきありがとうございます。今後もこのような動画を上げていきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。